飲食店を応援するとともに楽しく地域を盛り上げようと県内のグルメなどを紹介するタウン情報誌が初めて開いたものです。会場には北は四日市市から南は志摩市まで県内各地から飲食店や雑貨店などおよそ70店が軒を連ねテイクアウトを中心に自慢の商品を販売しました。中にはオープン前から行列ができるベーカリーショップやスイーツ店もあり訪れた人たちは各店舗を巡りながらお気に入りのグルメを見つけていました。すごい活気もあって楽しみにしてきたのでいっぱい買って帰りたいと思います。こういうイベントがコロナでなかったんで、まあ、やっとこういうイベントが増えてきたよなって思って嬉しいです。天むすとキンパ巻きの2種類今買いました。出店者の一人はコロナ禍が明けて対面で販売することができて嬉しいと笑顔を見せていました。いらっしゃいませ、どうぞ、こんにちは。いらっしゃいませ。やっぱり嬉しいですね。笑顔がやっぱり一つ一つ売れていくと、はい、笑顔になってくるお客さんを見ているとやっぱりこちらも本当にすごいそれは楽しく思います。主催した月刊誌では今後もグルメイベントを行うことにしています。